こんにちは、ナッキーです。今日はですね、トレーニング動画や面白い顔の動画でおなじみのアリエルちゃんの紹介をしたいと思います。まずこのアリエル、実はですね、本名というか正式なお名前があります。アリエルの正式なお名前はハリウッド・レナ・アリエルと言います。品種はアメリカン・クォーター・ホースという種類です。あまり聞き慣れない品種かと思うんですけれども、アメリカン・クォーター・ホースというのは、簡単に言うとカーボーイがもともとお仕事に使ってた馬ですね。今ではウエスタン競技の馬として活躍をしています。乗馬には大きくウエスタンとブリティッシュという乗馬があります。私ナッキーのクラブではウエスタンをメインにやっています。そのウエスタンで一番使われている品種がこのアメリカンクォーターホースという種類です。クォーターホースという名前の由来は、クォーターって4分の1という意味があるんですけども、4分の1というのは 1600m、 1マイルですね。1マイルの4分の1、 400m がとっても速い馬なんです。 400m であればサラブレッドよりも速いです。すごく瞬発力があって、あとは丈夫で、基本温厚な子が多いです。カーボーイがお仕事に使ってた馬なので、そういった特徴があります。あとは筋肉質でとってもタフですね。それがクォーターホースの特徴です。アリエルという名前の由来なんですけども、なんでクォーターホース名前が長いかというと、お父さんとお母さんの名前から一文字ずつ取ってオリジナルの名前を一つ入れるというのが、まあ、一般的というか、まあ、別に決まりではないんですけど、まあ、習わしみたいなのがあります。誰のお父さんでどういう血統かっていうのは名前からすぐ分かるように、そういった、まあ、ウエスタン独特の名前の決め方があります。まあ、ハリウッドというのはお父さんから取って、レナっていうのはお母さんから取りました。そこにアリエルというオリジナルの名前を入れました。アリエルという名前の由来なんですけども、このアリエル、私ナッキーのクラブで生まれました。子馬の頃から子供たちに可愛がられてたんですけども、子馬のうち、まあ、名前がなかったんですね。なので僕は子馬ちゃんとかチビちゃんとか呼んでたんですけども、子供たちがですね、アリエルアリエルと言い出したので、なんでアリエルなのと聞くと、リトルマーメイドのアリエルから取ったって言ってました。なかなかいい名前だなと思って、そのままアリエルという名前を付けました。このアリエル3歳になったんですけども、簡単に生い立ちをお話しすると、お父さんは違う乗馬クラブにいる馬です。お母さん今はまた違うところに行ってしまったんですけども、お母さんがここにいて、このアリエルを2018年の6月に産みました。で、実はアリエルのトレーニング動画を、まあ、上げてるんですけども、トレーニングの速度としてはかなり遅いです。本当は半年から1年は遅れています。理由は私がサボっていたわけではなく、実はアリエルですね、生まれてから足がちょっと悪くて、半年ぐらいですね、まともに歩けませんでした。立っていることはできたんですけども、普通に走ったりすることがなかなか難しくて、そのせいかわからないんですけども、成長がとっても遅い子でした。最初の半年間は本当に小さくて足も引きずってたので、もう乗れる馬にはならないのかもしれないとちょっと諦めた時もあったんですけども、でもですね、2歳になってから徐々に体が大きくなり、足も治っていってですね、やっと3歳になって人を乗せれるぐらい丈夫になってくれました。競走馬なんかね、2歳でもレースに出たりしてるんですけども、アリエルはちょっと成長が遅くて、やっと今しっかりトレーニングを行えるようになりました。本当ここまで来てくれただけでもありがたいです。本当に乗れる馬になるか不安でした。もう今はこんなに立派になってしまって、逆に力を持て余してるので、なかなかトレーニングも大変なんですけれども、本当元気になってくれてよかったです。今の時点でのアリエルの性格なんですけども、
ご覧の通りですね、人懐っこい子です。とっても、まあ、子供たちとかが可愛がってくれてるんで、人間に対してはすごく、ね、甘えてくれます。人間が大好きです。で、頭がすごく良くて、いろいろ覚えてくれるのも早いですね。ただちょっと気まぐれでやんちゃなところがあるので、時々こう予想を上回ることをしてくれるんですけども、まあ、そこも可愛いところなので、子供たちから大人気です。このアリエル、トレーニングをして何を目指しているかというと、私、ナッキーのクラブはウエスタンの乗馬をしているので、ウエスタンの競技で活躍できる馬にしていきたいと思っています。そしてウエスタンの乗馬クラブでもあるんですけども、子供専門の乗馬クラブでもあります。なので子供たちを乗せて競技会で活躍できる馬、それを目指しています。で、私の夢でもあるんですけども、なかなか子供が馬に乗るというのが浸透してないのが今の日本の現状かもしれません。もちろんね、乗ってる子もいるんですけども、まだまだメジャーでないというか、子供が馬に乗るというのは少し敷居が高いようなイメージを持っている方が多いと思います。身近に馬を子供たちに感じてもらい、そして何より子供たちにとって乗馬というのはすごく良い効果があります。それについてはですね、また違う動画で撮りたいと思ってますので、まあ、とにかくアリエルが目指しているのはそういうウエスタンの競技で子供たちを乗せて活躍できる馬です。競技をするためのスキルも身につけなきゃいけませんし、子供たちを乗せてもちゃんと動く、まあ、安全性と優しさも学んでいかなければいけません。まあ、まだまだ始めたばかりのところもあるので、子供たちを乗せるには時間がかかることもありますが、まあ、ゆっくりしっかりトレーニングを積み重ねて、子供たちがこのアリエルに乗って競技会で活躍できる日をですね、しっかり実現させていきたいと思っています。これからもこのアリエルの成長を動画として残していきますので、皆さんには応援、そして見守っていただけたら嬉しいです。とってもいい子なので、どうなるかは私にもかかっていますから、しっかりね、アリエルがみんなに愛される馬、ちゃんと競技で結果を出せる馬になれるよう、一歩ずつ努力していきたいと思います。頑張ってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。